次に、学校における部活動支援について伺います。これまでとは文化、スポーツの振興に力を入れてまいりました。今回、スポーツ振興局を新設することも、その流れの一環であると思います。そのやり方の是非はともかく、文化、スポーツの振興を推進することは大いに賛同するところであります。ただ、エリート育成だけが文化、スポーツの振興ではなく、生涯を通じて親しみやすい環境を整備することが大切です。 昨日も知事はスポーツと体育の違いについて熱弁を振るっておられましたが、学校における運動部は体育のような教育とスポーツをつなぐ最適のものだと思います。一方で、部活動を受け持つ教職員には相当の負担が生じるのも事実です。もちろん、教職にある方々には熱意を持って取り組んでいただきたいものですが、熱意だけに頼っていてはいずれ疲れ果ててしまいます。 教職員の方々が積極的に顧問を引き受けられるように、分業にして振り分けやすくするなど、さらなる支援体制を考えることも必要だと思います。また、そうすることで、廃部、休部を減らし、新しい部が創設されやすくなることも期待できます。そこで、改めて学校における部活動の位置づけと、部活動に関わる教職員への支援について答弁を求めます。そしてて部活動においては 主に技術的な専門指導を行う外部指導員の存在も大きくなってきております。運動部においては、特に技術指導において、選手生命の長さにも大きな影響が出るため、一層重要な存在であります。そういった意味では、各スポーツや文化活動において、その外部指導員が指導員資格を持っているのかどうか、確認をすることも必要だと思います。また コモンハンドブックや外部指導員のための指導の手引きを見ると、外部指導員は技術指導を担当するという印象が強いように思えます。しかし、技術指導を通して生徒と信頼関係が構築されますし、また教育効果も大きくなってくるという中で、それであるならば外部指導員には教育理念をしっかりと持ってもらう必要があると思います。例えば 教育という観点での研修を受けることを義務化するなどの仕組みを考えてみてもいいのではないでしょうか。そこで、外部指導員に対して、技術面だけではなく、教育的側面についても指導していくべきではないかと考えますが、所見を伺います。また、今年度、地元の練馬区にあります都立大泉高校は、中高一貫教育への移行により、校舎などの工事を行っております。これにより、グラウンドなどの施設が一部、長期間使用できなくなります。 大泉高校にかかわらず、都立高校がさまざまな事情により工事を行う際に、工事期間中はどうしても部活動、特に運動部は活動への制約が発生します。そこで都立高校の工事期間中の部活動に対して、どのように支援しているのか伺います教育長、大原正幸君。 浅野勝彦議員の一般質問にお答え申し上げます。えまず、部活動の位置づけと教職,員教職員への支援についてでございますえ。部活動は生徒の個性や豊かな人間関係を育む上で重要な教育活動であり、都教育委員会では東東、東京都立学校の管理・運営に関する規則において、部活動を教育活動の一環と位置づけております。教職員が 土曜日や日曜日などに部活動指導を行った場合には、週休日等を振り返ることを可能としているほか、やむを得ず、週休日の変更を行うことができない場合などには、部活動指導手当を支給しておりますえ。なお、この部活動指導手当につきましては、本年4月から額を引き上げたところでございます。え次に、外部指導員の教育的指導についてでございます。学校で 顧問教諭とともに生徒の指導・育成に携わる部活動の外部指導員は、単に専門的な知識や技術だけでなく、生徒の人格形成に資するための豊かな人間性が求められますために、部活動の教育的意義を十分に理解した上で指導に当たることが大切でございます。このため党教育委員会は 外部指導員に対しては、部活動の適切な指導の在り方を示した外部指導員のための部活動指導の手引きを、え顧問教諭に対しては、外部指導員との協力の在り方を示した部活動顧問ハンドブックをそれぞれ配布し、指導力の向上に努めてまいりました。 今後ともこうした取り組みを通して、外部指導員が顧問教諭と連携して、生徒の指導育成に当たるよう、各学校に働きかけ、指導員の資質能力の向上に努めてまいります。次に、都立高校の工事期間中の部活動に対する支援についてでございますが、工事により部活動に一定の支障や制限が発生するために、可能な限り、 最短の工事工程となるよう計画しております。工事により、グラウンドや体育館が使用できなくなる場合、これらを使用する部活動は、学校敷地内の他のスペースを活用したり、他校での合同練習をしたりするほか、近隣の運動施設などを借用し、可能な限り活動の場所を確保しております。外部の有料施設を使用するための経費は、 教育委員会から学校に配布し、継続して部活動ができるよう支援しているところでございます。